立川小春は、日本の女流落語家である。落語立川流所属で、立川段春の一番弟子。出林は、不思議なポケット。本名、広瀬あさみ。東京都港区出身。港区立西南小学校、青山学院中等部、高等部、東京農工大学農学部を経て、東京農工大学大学院を中退。2006年3月。 立川ダンハ春に入門する前座名小春大学2年の時ダンハ春の上由衣心さんやラクダを見て衝撃を受けたのがダンハ春に入門したきっかけである中性的な容姿と声から商店特大号の若手大喜利などでは男に間違われることをネタにしていたほか大師匠の男子からも入門から1年経過するまで男性だと思われていた2012年 に詰め昇進。以降、万談家、エンミネアコトのユニット、アコハル、演芸伴奏ユニット、テルミ男語での活動や、春風亭ピッカリとの二人会などを定期的に開催している。所属団体や、流派の垣根を超えた、女流落語家ユニット、落語ガールズに所属している。他のメンバーは、千柳つくし、林家ボタン、古今亭苫子、三遊亭愛は、 三遊亭ビルク、春雨屋風子、林屋仙、柳屋花米、三遊亭遊ぶ狩り、林屋あんこ、春風亭一花、立川男子、三遊亭遊ぶ七。二千二十年の一年間は、新内昇進を前提とした修行期間とし、一部の活動を除き、ダンハルの付き人活動に専念していた。そのため、同年一月より、落語会への出演、ウェブ更新などを、 原則控えていたが、2021年1月6日、木の国屋ホールの立川ダンハ春の会、春ハ春から正式に活動を再開した。ABCDEF、プロフィール。2015年12月29日閲覧。立川小春。2015年12月29日閲覧。マーズのブログ。小春、パラダイスオンのゲシャーレ。ヤフーブログ。 2018年7月1日閲覧。不思議なポケットは、立川団代が使っていた出林である。立川小春。2015年12月29日閲覧。AB、零齢があれば、細かいルールを気にしない勇気があっていい。女流落語家、立川小春。リクナビネクストジャーナル。2019年5月22日閲覧。AB、 評判の女流落語家3名がシュープレ酒場に、男子に男と間違われ、元アイドル候補生、ピンク落語、三者採様の個性が嫌り、シュープレニュース、2017年10月25日閲覧、テルミ男語、2020年10月11日閲覧、立川ル春、春ハ春で昇進を控えた、桂宮司、春風亭昇太郎に行きなエール弟子の小春には、 スポーツ放置。2021年1月7日閲覧。ハルは1年私の弟子を休ませました。略。小ルは枕で今年から活動再開でございます。とにかく頑張りますので、今年こそ真打ち目指して頑張ります。ありがとうございます。